はーい、どうもガチャピンです。ムックですぞ。今日のガチャピンチャンネルはお休みです。また明日遊びに来てくださいね。今日もお疲れ様。みんなゆっくり休んでね。そうだ、もくもく。どうしました、ガチャビン。 YouTube 見る。スマホ取ってくるね。いいですね。よいしょ、どらしょのしょのしょの。はい、お待たせ。最近ね、コメントにハートをつけたんだけど、みんなからまたやってって言われたから、またやろうかなって思ってさ。そうなんですね。うん、じゃあ、私にもやらせてくださいよ。いいよいいよ。まずはレモンの上担当の人やってみた。あれ面白かったです ね。ヤフーニュースから来ました。せっかく歌ってくれてるのに上しか入ってこないんだって。ムックの上最高だったもんね。いや嬉しいです。元木大好き人間とどろき。みんな上に注目してるけど、ガチャピンの歌唱力も見て、すごい上手って。歌歌うのは好きだよ。仕事を終えて何をしたらいいか戸惑うもく。そうね、横でね、黄昏てたよね。そうクレヨンさん、動画後半ムクやることなくて草。そうなんです。でもね、気持ちは常にね、米津さんでしたから。そっか。次は塩崎美穂さんかな。初めて声聞いたけどうますぎ。ムックも最高です。みんなチャンネル登録するぞって言ってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。と3年 A 組ダンス、やったよ ね、やったやった。エミさん、テレビに出てる時はムックって何もできないイメージと勝手に思っていました。何でもできるんですね。踊ってる時のムックかっこいい。かっこムックの毛並みがふわふわしてて可愛いだって。うわ嬉しい。かっこかわいいって言われてるよ。やったね。嬉しい、ありがとうございます。どんどんムックのかっこよさが世間にバレていくね。いやついに見つかってしまいました。そうだね。苦節45年。はい、ピンとこさん、日テレのドラマの曲を富士の目の前でやるとこ笑う。確かに ね。でも夢のなんかコラボレーションみたいな感じがして、垣根をガンガン超えていこう ね。じゃあ次ね、みんみんさん、ムック目回りすぎてる。ぐるんぐるん。そうなんですね、ちょっとね、興奮しちゃうとね。ムックってお目目回ってる時って見えてるの？見えてますよ。そうなの。毎日宴さん、後ろのフジテレビが爆発しなくてよかっただって。あ、ね、そっか、爆発するもんね、あのテレビね。あ、そっかそっか。教室をボンボン爆発させるんだよ。あ、そっかそっか、そうですね。あの先生、でもいいこと言うんだ、あの先生。かっこいいよね。田中ひかるちゃん、この子はね、いつもくれるんだよ。励みになっています。ガチャピンもムックもすごいね。特にムックうまい。わあ、嬉しい。ねえ。ありがとうございます。ありがとね。じゃあムックも見てみる。どうぞどうぞ。ハートポチッとしてね。皆さんコメントしてくれてますね。ひろひろさん、こら、出っ歯とプロペラ、これは日テレの番組だぞって、ガチャピン、アンチコメントですよ、アンチ。あー、そっか、貴重なご意見ありがとう。ハートポチッとしようよ。出っ歯とプロペラとしてはね、ここは押しとこう。音楽家ムック、街中で突然米津玄師のレモン弾いてみた。おー、激烈にバズったやつね。バズったやつですよ。さんみっちゃんさん、このジャズっぽいアレンジのレモンめっちゃいい。そして何気にさらっとフラミンゴ、
ジャズっぽいのめっちゃ合う。かっこいいですね。ムクのアレンジ。ね、ムクがそこでね、考えてアレンジしたんだもんね。そうなんですよ。いや、頑張った甲斐がありました。すごいね。MKS さん、わざと間違えて弾いてる割に手の動きが絶対上手い人の動きバレてました。バレてたねそうなんですよね、わざとねちょっとあの下手に弾くのね、隠しきれない才能。いや漏れちゃってましたね。ダダ漏れだよ、ダダ漏れ人間用の小さい鍵盤でよくぞここまでそうね、ちょっとね私にはミニサイズですけどね、いやいや練習すればねできるんですよ。カフェオレ飲みたいさん、へい、赤ちゃんの頃ムックの人形で泣いて申し訳ありませんでした大丈夫ですよ、あのね小さいお友達はみんな私を見ると泣いてしまいますから大丈夫、ね、大丈夫。でも時々さ、うん、ムックって言ってねニコニコしながらね来てくれる、この時は逆にびっくりするね。ムックが突然出てきたらやっぱり怖いよ、うん、あやっぱりねそうみたいなんですよね、うん、まあ、だからドッキリもやれたし ねじゃあ次ね、ロキ歌ってみたよ。 あれですね、そうロキロキのロクロックンロール、まずは、うん、ピースカエデポンジンさんかな、うんうん、背景と同化しなくてよかったって殴る、そう同化しちゃった事件あったもんね、うん、ありましたねGK さん、うん、新しい歌い手の方ですか、節目がちな目と出っ歯が可愛いですねあ、ちょっと顔色が悪いみたいですけど大丈夫ですか、だって大丈夫大丈夫、もともと緑だから ねタムタムさん、知名度あるけど人気はそんなにないからいろいろ大変ですね、登録者が少ないのを自らディスるスタイルロックすぎだってなるほど、確かに僕たち知名度あるよね、まあね、ね、爆上げしていこうこれから、ね、スケネコさん、はい、英語のとこだけ英会話教室の教師なりの聞き取りやすさあそこねすごい大変だった、何回も練習してハキハキ歌ってみた、あそうだったんですね、そう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 、風で声が出ませんって出てるじゃんって言われたスタッフさん次あれ、あ松田洋さん、ごめんだんだん芋虫にしか見えなくなってきた芋虫に間違われるんだねやっぱり僕はね、おお池田屋のゆっくり実況プレイさん、いつもどうもありがとう、ありがとう、ガチャピン師匠エアギターなのに左手の指もしっかり動いてちゃんと弾いてるのすごいわさすがですね惑星ループ踊ってみたよ、マユタン星人、はいはいはい、ね、フカセヤーさん、うん、ガチャピンとムックってボカロ好きなんやって、うん、そう好き、うんね、これからもね、どんどんやっていきたいと思うから、うん、なんかあったら教えてくださいって言って、いいですね、お、メルメルさん、ガチャピンは仕草が可愛い、ムックは表情、花、ドンプマーク、わー、嬉しいですね、表情豊かだもんね、いや、ガチャピンこそコメントにハートをつけていたらアンチ発見、コメント返し、おー、感想みたいなね、あ、なるほどね、それのね、そう、こんなカラフルなサボテンより赤い雪男の方がかっこいいですぞ、このですぞってこれ書いたのムックじゃないの、もしかして、いや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 、私じゃないですよ、本当に本当です、隠しきれないですぞ、いや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 違いますって、ね、地味にパクさん、うんうん、ガチャポンかわいいガチャポンガチャポンじゃなくてガチャピンですよ坂主高博さんでいいのかな、ガチャピン出なくていいって、あらガチャピンチャンネルだからもう致し方あるまいと思っていただいて、うん、そうですね、ね、おーおー、あリンゴアップルさんどうもありがとう、最近コメントできてなかったから出ないだろうなと思ってたらまさかの嬉しい涙マークだよ、ガチャピン大好きです、YouTube もインスタもいつも楽しみにしてます、愛してるハートだって、僕も愛してるよ、嬉
しいですな。ありがとう、嬉しい。他にもいろいろハート押していきますかね。ハートじゃんじゃん押しちゃおう、うんうん、じゃあはい、パチッ、うん、じゃあこれもパチッとね、押しちゃい押しちゃい、こっちもパチッ、うん、パチ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 、ハート祭りじゃん、パチパチパチ、みんなどうもありがとうね。ありがとう、僕たちのハートをあなたに届けます、届けます、届け届け、また遊びに来てね。